ゾフィー・シャルロッテとアイテル・フリードリヒ、離婚する直前の1925年、ゾフィー・シャルロッテ・フォン・オルデンブルクは、ドイツのオルデンブルク対抗フリードリヒ・アウグストの、娘で、プロイセン王子アイテル・フリードリヒの妻。愛称はロッテ。ゾフィー・シャルロッテは、オルデンブルク対抗家の四次公子だった、フリードリヒ・アウグストと、その最初の妻で、プロイセン王子。 フリードリヒカールの娘であるエリーザベトアンナの間の長女としてオルデンブルクのオルデンブルク城で生まれた。名前は母方の先祖である初代プロイセンをフリードリヒ一世の王妃、ゾフィー・シャルロッテにあやかってつけられた。妹のマルガレーテが幼くして死んだため、実質的には両親の一人娘だった。1895年に母が死ぬと父は、 その翌年にメクレンブルクシュベリーン大公女、エリーザベト・アレクサンドリーネと再婚し、4人の子供を設けた。ゾフィー・シャルロッテは亡き母にその名をちなんだ。エリーザベト・アンナ宮殿で、父とママ母、腹違いの弟ーたちと一緒に暮らしたが、新しい家族との生活は不幸であり、早くに結婚して家を出ることを望んでいた。 父は1900年にオルデンブルク大公位を継いだ。ゾフィー・シャルロッテは母親の性質を受け継いで体が弱く幼い頃からたびたび当事場に長期滞在をしていた。1904年、あるドイツ人のジャーナリストがゾフィー・シャルロッテのリビエラでの長期滞在について彼女と父大公の副官との不倫旅行であるという事実、無根の報道をし、 金庫1905年、ゾフィー・シャルロテに、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の次男アイテル・フリードリヒ、王子との縁談が舞い込んだ。この縁組には、アイテル王子の母親、アウグステ・ビクトリア皇后が特に乗り気だった。オルデンブルク対抗家は、身持ちが固い上に家柄も申し分なく、プロイセン王家とも親しい間柄だったのである。 ゾフィー・シャルロッテの母親がプロイセン王家出身で、また、ビルヘルム2世の妹のザクセンイコールマイ人間公爵夫人シャルロッテが、ゾフィー・シャルロッテの先例の大母という関係だった。ゾフィー・シャルロッテは1906年2月27日に、ベルリンにおいて、アイテルフリードリヒと結婚した。盛大な結婚式で、ベルリンの人々から歓迎されたにもかかわらず、 ゾフィー・シャルロッテは、ベルリンの宮廷や、社交界で友人を作ることはできなかった。夫婦生活も不幸で、荒っぽい性格の空いてるフリードリヒは妻に親切な、態度で接することはなかった。第一次世界大戦中、夫妻はほとんど顔を合わせることはなく、ゾフィー・シャルロッテは、住まいのベルビュー宮殿で、読書や、絵画制作、数少ない友人との社交などをしながら、 孤独な生活を送った。ドイツ革命後の1922年、ゾフィー・シャルロッテは、ある離婚裁判で証人として法廷に立った際、その裁判の被告男性と不倫をしていたことを認める、証言をし、この話題はドイツのみならず、諸外国の新聞が報道する事態となった。アイテルフリードリヒはこれに対し、ドイツの新聞4紙を名誉毀損で提訴した。 ゾフィーシャルロッテとアイテルフリードリヒは1926年10月26日に離婚した。夫妻には子供はいなかった。夫妻は第一次大戦前から離婚を望んでいたが皇帝ビルヘルム2世がこれを許さなかったと言われている。アイテルフリードリヒはすでに1919 19年から離婚に向けた手続きを始めていた。ゾフィーシャルロッテは離婚した。 翌年の1927年、ポツダムの元警察官、ハーラルト・ファン・ヘーデマンと再婚した。彼女は、すでに48歳になっており、新しい夫は8歳年下の40歳だった。ヘーデマンとの結婚は、帰戦結婚に該当するにもかかわらず、結婚式は、オルデンブルク大公家の持ち場の一つら指定で上で、行われ、式には、 ゾフィー・シャル・ロッテの父の元大公も出席した。ゾフィー・シャル・ロッテはドイツでも資産家の女性として知られており、ヘーデマン夫妻は結婚後は、ラシューでジョーで暮らした。ゾフィー・シャル・ロッテは1964年、ベスター・シテーでにおいて没した。ウィキメディアコモンズには、ソフィー・シャーロット・フォン・オールデンバーグに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。